まあ、足手術した後なんで曲げ伸ばしの、はい、可動域を元に戻すということが一番の、はい、今やること。あとは筋力を少しずつ戻していくっていう、はい、ことですね。やっぱり歩いててもすごい痛いですか？いや、痛くはないんですけど、あのやっぱりまだ完全に伸びないのでちょっと痛いような歩き方になってる。痛くはないです。いつもね、ドームとか行くと四角のユニフォーム着てる人すごいたくさん見る、はい、そういうのがどう思ってますか？いやー、まあ、本当に申し訳ないというか、やっぱりそういう方がたくさんいる中でこういう状況になってしまっているので、本当に申し訳ない気持ちは本当にあります。まあ、復帰するのは来年になると思うんですけど、はい、まあ、少しでも早く復帰して、またドームでプレーしている姿を、はい、見てもらえるように、リハビリ長いですけど頑張りたいと思います。